サッカー J2 サガン鳥栖は10日、佐賀市の佐賀神社で今季の必勝祈願式を行いました。必勝祈願式には運営会社サガンドリームスの井川幸弘社長や岸野康幸監督をはじめ選手スタッフが参拝し、開幕に向け決意を新たにしました。岸野監督は1年間怪我なく思い切りプレーできるよう祈った。まずはチームをベストの状態に作り上げると意気込みを語りました。参拝後、選手らは県職員やサポーターら300人が出迎える県庁を訪れました。県民ホールでは井川社長が白星を積み重ねて佐賀の人を元気づけたいと挨拶しました。この後、岸野監督が選手やコーチを紹介し、飯尾和也新首相が厳しい試合が予想されるが、皆さんと一緒に戦い、最後は喜びを分かち合いたいと抱負を述べました。これに対し、古川靖知事は一つ一つの試合に全力を注ぐ姿勢は地域を元気づけてくれると激励しました。